さんお疲れ様です。お疲れ様です。大阪来ちゃいました。日清でしょ、大阪です。前回関東でおすすめのパスロッタいっぱい紹介してもらったんで、はい、西ならではの展開になるんですか。はい、今回西だけでしか展示してないものもあるので、今回ね、横浜に来てない西のスタッフ、2名来てくれてるんで、まずは池原ダムの池原全開チャンネルっていうエンジンのエンジンバスの中で番組やってる井上慎二郎さんを紹介したいと思うんで、そこで喋ってる井上さん、エンジンプロスタッフの井上慎二郎。どうです、初めまして、プロスタッフの井上慎二郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せっかく大阪のフィッシングショー来たんで、はい、関西でおすすめのエンジンのバスロットとか、はい、展示されてるって今聞いたんですけども、はい、そうですね、今ちょうど僕が監修させてもらってるロットがありますんで、あちらにあります。はい、サイドスペシャルのフェルバンドコアのサイドスペシャルロットってなってます。はい、ハイクラスなんで、ちょっと値段はある程度しますけど、いい素材を使ってるので、まあ、ロットの特性を生かして、デカバスも取れるようになってますので、種類としては、カーボントリックなんで、ちゃんとしっかりかけて取れる魚もいっぱいあるんで。このロットを使ったら結構でかいバスも取れる。これを池原で使う。そうですね、池原メインで作らせてもらってるんで、まあ、池原って結構水深があってよく引くんですよね、バスが。で、それに対する竿を作りたかったので、これ今ちょっと作らせてもらったんですよ。それが、まあ、SCHS の 62ULST のサイズスペシャル。どんなルアー具体的には使うの？具体的にはですね、まあ、こちらにあるシュリンプビーっていうのを監修させてもらってまして、まあ、虫系のシュリンプはですね、はい、まあ、ここでサイドフィッシングで使うような形で、まあ、こういうロットを作らせてもらってます。まあ、普通のストレートワームでも全然いいんですけど、まあ、基本サイドフィッシングをまあメインにして作ったロットになります。結構バス釣りの人がよく見てくれてるチャンネルなんで、はい、そうですね、関東でも応用できるようなそのサイトフィッシングでこのルアーを使った時の食わせの肝っていうか、はい、コツみたいなのって何か教えてもらうことって。肝ですか。まあサイトフィッシングの、まあ、肝っていうと、まあ、とりあえず魚を、まあ、よく見て、はい、動きを見るんですね。で、動き見てどういう修正をしてるかとか、まあ、そういうの見て、まあ、するんですけど、まあ、あとはまあこういう波動系で寄せて見せて食わすみたいな。このルアー今波動系っておっしゃったんですけど、はい、どういうところが波動系になってくるの？このまあ手のアームの部分ですかね、はい、アームの部分が揺れるんですよ。ふわ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 ってポール時に、それでバスを寄せるんですよ。細かいそのピリピリピリとした波動で寄せて、そうですね、はい、そうです。で本体がいて、そうまく食っちゃうみたいな。それでまあそこで食わなかったら、今流行ってる、まあ、逃がしの釣り。逃がしの釣り、はい、逃がしたら逃げられると思ってもう一回追って食いに行くっていう。それはよくあるようなだるまさんが転んだみたいな感じで、そんな感じですね。目切れたなって瞬間にちょちょって波動を出すって感じ。じゃあ逃げられると思ってパクって食べちゃうっていう。まあ、それをずっとやってたら最終的に口を使うっていうので、まあ、そういう釣りをメインとして、まあ、使うロットとして、まあまあ、サイトにまあ特化したロットですね。いやーだから琵琶湖池原とか、はい、すごいフィールドが多いんで、そうですね、ベイトタックルが来るのかなと思いきや、こういうサイトで育てに特化した。そうですね、まあ、スピニングだけじゃなくてビッグベッドロットも一応あるんです。これも、まあ、僕がちょっと池原ダムで、まあ、ビッグベッドのサウが欲しいなと思って作らせていただいた、まあ、73XH っていうロットになります。まあ、エクストラヘビーなんで、まあ4オンス、まあ、2オンスから4オンスまでをメインとして、まあ、投げれるロットで一応作らせてもらいました。で、まあ、池原ダムなんで、まあ、世界記録とか、まあ、そういうバスもまあいてますので、それに合った竿を作るということで今ここで開発させてもらってます。これも
あの高い、そうですね、これもハイクラスになります、ね、ハイクラス高いって言ったら、ね、これありますけど、ハイクラスでビッグベイトロットがもう間もなく登場ということで、まだこれプラス段階なんですけど、名前はカワセミっていう名前でちょっとやらせてもらってるんですけど、関原ダムってあのカワセミがすごくいて、はい、綺麗なんで、はい、まあ下北山村なんですけどね、はい、関原ダムって、まあ、そこのシンボルみたいなのが、はい、カワセミなんですよ。あそれをまあそこから取ってカワセミっていう形でやらせてもらいました。池原聖地でビッグベイトを操るための竿だから、かなり、まあ、パワフルな竿なんで、これはフルカーボンチューブラー、これはフルカーボンですね、はい、なんかビッグベイトロットっていうと、ちょっと曲げていくような調子と、あとは固めで仕掛けていくような調子があると思うので、どっちに振った、これはあの曲げて、あのアクションをしやすくするようなので、はい、まあ、今だったらあのビッグベイトの頭を振らして、ドッグオフさせる釣りとか、はい、まあ、そういうのをやりやすくするために、まあ、ちょっとティップをちょっと柔らかめにして、まあ、バットからベリーまでは結構張りのある素材でやらせてもらいました。じゃあ最近の関東で行くと、やっぱ霞ヶ浦水系でその手の釣りがすごいフィーバーしてるんで、そうですね、関東だとそこら辺の使い手なんかもいいと思いますね。デザインもなんか今までは結構なんとこう言ったらいいのか、はい、大体ハブ君が作ってた印象があるんで、ハブテイストになってたんですけど、そうですね、これガラッと雰囲気も変わって、ここら辺のこういう、まあ、まだちょっとまだこれプロト段階なんですけど、まだちょっと変更点はあるかもしれないですけど、まあ、まあ、EVA ですけど、まあ、コルクになるかもしれないですけど、はい、まあ、そこのところはまだ調整中ですね、はい、まあ、ぜひ楽しみにしていてください。いやちょっとありがとうございます。ありがとうございます。